東京2020オリンピック・パラリンピックでも活躍した選手を多数輩出しているのがこちら、大阪体育大学です。さて、ここは一体どのような大学なんでしょうか。大阪体育大学は1965年に関西で初めてできた、体育大学です。普段の努力により地位特待を収め社会に奉仕するという学是ですね、大学の大きな方針を持った大学です。大阪体育大学は2つの学部から構成されています。1つが体育学部、もう1つが教育学部です。で、体育学部の中には6つのコースがありまして、そこで競技スポーツ、スポーツマネジメント、あるいはそのトレーナーですね、健康教育、あるいはそのスポーツ心理を学ぶなどですね、非常にたくさんのことが学べます。教育学部では小学校教育コース、中高の保健体育を学べる保健体育教育コース、そして特別支援学校の先生を育てるコース、でさらに来年度からですね、そこに幼児教育のコースが作られまして、小さい子どもの体育を教える新しい学生さんをですね、募集していこうと考えています。本学の学生の7割がですね、運動部活動に参加しています。これだけのスポーツ施設が集積している大学は日本広しといえども大阪体育大学だけで、文武両道が可能な大学になっています。では本学の施設に関しては彼に説明してもらいましょう。大阪体育大学はその社会に奉仕するというのを基本精神にしておりますので、社会貢献センターなどを通じですね、たくさんの地域貢献プロジェクトを展開しています。例えばサンライズキャンプというのを行っております。東日本大震災の被災地の福島県を学生教職員が毎年訪問しまして、そこで高齢者の健康づくりプログラムなど大阪体育ならではの支援を続けています。さらに地域の子ども向けとしましては、ワクワクアダプテッドスポーツではですね、地域の支援学校の生徒や卒業生を体育館に招いて、学生が一緒にスポーツをして指導する、そういったプログラムを展開しています。 OUHS スポーツキャンプでは地域の子どもやお年寄りを招いて、各クラブの指導者の指導でスポーツを楽しんでもらっています。泉大津市子どもの体力向上推進プログラムでは、泉大津市からの委託事業で学生スタッフが毎週小学校を訪れ、さまざまな運動やスポーツを体験してもらうプログラムです。地域の高齢者向けとしましては、体力若返り講座というのをですね、本学の健康スポーツコースの教員が地域、特にこの熊取町周辺のお年寄りに自宅でできるトレーニングを教え、体力テストや骨密度などのデータ測定を通じて健康づくりの機会を提供しているということになります。でさらに地域経済観光に関する取り組みとしましては、スポーツ庁の委託事業としまして、
スポーツツーリズムの中でも非常に新しい分野であるブドウツーリズムのプロジェクトを展開しています。インバウンドが再開した時に外国の方が剣道部や薙刀部で武道を体験してもらって、その地域の名所を巡ってですね、美味しいものを食べてもらうという、そういうスポーツツーリズムのツアーを今企画しております。コロナ禍の中で健康であることの重要さが以前にも増して、価値観の中に深く入ってきましたですね。新しいやり方でですね、地域を健康に、そしてその健康の先にあるのが幸福だと思うんですね。幸福な社会をどう作るか、そういうところに貢献していくことが可能だと思います。将来皆さんがどういうキャリアを積んでいくかというのは非常に重要な選択だと思います。で、私は大阪体育大学を選んでいただくというのは、その先にある皆さんの可能性を広げる上で非常にいい選択だなと思っております。で、ぜひチャンスがあればですね、熊取、少し遠いかもしれませんが、一度見に来ていただいて、この美しいキャンパスを見ていただくと、自分がそこで勉強してこういう人間になれるなっていうのがイメージできるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ気軽に遊びに来ていただいたらいいなと思います。大阪体育大学について詳しくはホームページをご覧ください。